こちらがですね、皆さん今冬の時期にとっても美味しくなるこの白菜です。白菜白菜って言ってもただの白菜じゃないんです。この白菜は実は低温でゆっくりと揚げ、お湯洗いをし、それで上質なスープを入れて炊いていく、この手間が大変なんですよね。だけどその手間でとっても美味しくなります。白菜からして有事。こんにちは、脇谷有事です。脇谷有事の有事チャンネル。寒い時、熱々の美味しいものを食べたいですよね。これから美味しくなってくるのはやはり野菜がですね、いろんな時期の野菜、春夏通してありますけど、この時期の美味しいのはやはりこの白菜です。この白菜がだんだんに締まってきて、皆さんこの黄色を帯びてぎっしりと詰まって、こんな柔らかくなってくるんです。この養分、この時期の白菜が最高に美味しいです。この白菜を家庭でもできる美味しい白菜、我々はこれを低温の油でゆっくり揚げたり、揚げてお湯洗い、上質なスープを入れて2時間炊く、家庭ではできないです。でも家庭でもできる美味しい白菜の料理をご紹介します。皆さん、これは鶏の手羽です。鶏の手羽はだいたい10本から12本、それと干しエビ、干し貝柱、昆布ね。まあ干しエビは手に入って、干し貝柱がなかったら缶詰でもいいです。それとこの手羽はボイルをして水洗いをしてあるもの。そこでこの白菜をどうするかと言いますと、このまんまですよ、こうやってと芽を入れていただきます。でこういう感じですね、こういう風にしてやっていただきます。そうしましたら、これらをこのまんまこの鍋の中に入れていきます。それで昆布も入れます。それと干しエビ、バラ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 、それとこの干し貝柱は戻したものを使うんですね。これはもう乾燥してるんですけど、これを水に戻してお酒とそれを入れますね。そこに手羽先のこのついたまんまでいいです。このまんまボイルをしたものをこんな風に入れていきます。こういう感じです。これを見てくださいね、こんな風にして、であとはこのまんま水を入れていきます。普通の水がいいです。これはチキンスープを使わずにお水がいいです。そうしましたら、干し貝柱を入れて水を入れて、これを約50分から1時間20分、その白菜の大きさによっても違いますが、最初は強火、それで沸騰してきたら蓋をしてですよ、沸騰してきたら火を弱めて、コトコトコトという形でゆっくり炊いてください。そうすると静かな鶏の手羽からのゼラチン質、昆布、干し貝柱、干しエビのうまみ、白菜本来の甘さの味がですね、すごく出るんですよ。楽しみにしてください。このまま火にかけます。白菜がもう1時間10分ぐらい経ってますよね。その間にですね、皆さんいつものジュします。たっぷりめの太白を今日は4から5入れます。その太白の中に入れる前に、これ生姜1個丸々すったもんです。そこにお塩ですよ、こうやって入れます。それで混ぜてください。塩の中にこう混ぜて、それでいつもの汁ですね、
この時にですね、今生姜1個すったものとお塩を入れてます。で、好きな方は葉ニンニクの芽を入れたりニラを入れたりっていうのもあるんですけど、まあ今日はですね、この生姜のジャンだけを作っといて、それで蒸し鶏とかいろんなものに使います。今日は白菜をそのまんま、白菜の旨味を楽しんでいただきたいので、生姜の風味だけにあえてやります。山椒はね、少し入れるといいと思いますけどね。はい、このようになってきたところで、こういう感じですよね。それで混ぜて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 おく。見てください、こういう感じですよね。ここでほんのちょっとですよ、こうやって山椒を入れとくんですね。忍ばして置いておくと、こういう感じです。塩、山椒、太白ごま油のうまみ、これでソースです。そうしましたらどんな感じか、白菜を半分に切り、それで芽を入れて、鶏の手羽ボイルしてあるもの、それと貝柱、干しエビ、昆布、こういう感じです。うわぁ、ほらもうトロントロンですよね。これはもうシンプルに見てください、鶏の手羽だけですよ。あえて水にしたんですよ、これ。それで塩も何にも入ってないです。白菜からも旨味っていうのが出るんですね。当然今日は昆布、貝柱、干しエビ、それと鶏の手羽を入れて水を入れました。それでこの土鍋というね、日本古来の土鍋を使ってゆっくり最初は沸騰させて、あとはコト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 炊いていったの、この白菜を食べるという。いいですか皆さん、見てください、このほらトロントロンの白菜、いきますよ。これはちょっと大きいかな、これは半分に切りましょう。これお客様がいらっしゃった時にね、こんな風にして、これがご馳走なんですよ。見てください、僕はこれを見て欲しかった、このトロントロンの白菜、これだけを一人一個食べてほしい。それでこの上質な水から取ったこのスープだけです。これだけを、このシンプルな、この冬ならではの白菜の煮込み、これが家庭でも召し上がれるんです。油で揚げてからこれをやるとさらに美味しいですけど、家庭ではこれでも十分に美味しく召し上がれます。最高、完成です。バッツァイ丼、皆さんご覧になっていただけました、バッツァイ丼。丼というのはゆっくりとことことこと炊いていくっていうね、本当は1個丸々でもいいんですよ。家庭なんで土鍋半分、白菜このようにいきます。食べきれなかったら冷めました、次の日でもいいです。次の日冷めたら固まります。固まったらどうするかというと、こんな風に、これは鶏の手羽トロントロン、それと豚のバラ肉さっとボイルします。これをボイルしたものをこんな風にして、くる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 っと巻いていきます。で、巻いていくとどうなるか、こんな風になります。こんな風にしたものを皆さんこと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 炊くと、見てください、これファラン、花が咲いているね、こんな感じですよ。冷めた白菜が味がまた締まって、豚のバラ肉をさらに巻いて、ここに旨味成分を入れた、これで炊く、
こんな風に仕上がるんです。これはもしお時間があって料理が好きで次の日を美味しく食べようと思う方はおすすめです。白菜を食べ尽くしてください。それでは白菜に感謝。皆さん、あの1個のね、半分ですよ今日の。それのこれ何分の1かな、見てください、この芯のところ、この芯がね、白菜の芯、これがまたねうまいんですよ。トロントロン、芯ですよ。次はひっくり返してこの頭の部分、これをね、宮廷料理ではこれを筆に見立てて、それで筆のあの棒を添えて出したりするんですよ。白菜だけですよ、この芯の部分。いただきます。おいしい。味は何も入れてないです。塩も入れてないです。カンカの旨味だけです。これをぜひとも皆さん、白菜が肥えてパンパンに張ってる時にやってみてください。ここに旨味成分を塩豚だとか、もういろんなものを入れてやるのも贅沢なんですけど、反対にこれだけでも、白菜が美味しい。でまずはこれを食べて、次このようにカットした時にですよ、頭と尻尾を食べた、その後から味変でちょっとだけジャンをのせる、生姜の、これだけです。すごいな、白菜これ最高です。おいしい。すいません、その土鍋を持ってきていただけますか。もう白菜を食べて酔うって分かります。お茶を飲んで酔う、料理を食べて酔う。はい、蓋を開けてください。ほら皆さん、こんな風にですね、白菜が色が変わって、このとろっとろの鶏、これはこれでですよ、こういうふうにしていいですか、スッとやるとこんなふうに抜けてしまうんですよ。これ鶏の手羽が、骨が2本きれいに取れました。ここにどうするかと言いますと、これはもう味がね出てます。こういうものにこのジャンをこうやってのせるんです。味は抜けてますけど、この生姜のこのジュのジャンで締まるんですよ。ぜひ皆さん、鶏の手羽をボイルして入れて1時間半煮ます。本当は休ませた方がいいですけどね、朝煮て夕方もう一回温めるぐらいでももっとトロトロになって美味しいと思います。お時間がある方、白菜半分に切ってコトコト炊くだけです。おすすめです。